コニー・パウル・グラーベは、コニーの通称で知られる、ロシアのプーチン大統領の会員ので、メスのラブラドール・レトリバーである。2000年に、ロシアの政治家、セルゲイ・ショイグがプーチンにプレゼントした。コニーはプーチンが出席する会議やプーチンが、各国首脳と会談するときもしばしば同席する。コニーは1999年にサイノロジーセンターで、生まれた。そこで彼女は創作。 救助犬として訓練されることになっていた。母はヘンリエッタ・ブッシュ、父はアルコアロス・ブラッドフォードである。ブラッドフォードはソビエト連邦の政治家、レオニード・ブレジネフが飼っていたラブラドールの遺伝子を持っている。コニーの名前はコンドリーザ・ライスから取られたものだという噂があるが、真相は不明である。2000年12月にセルゲー・ショイグからのプレゼントとしてプーチンに贈られた。 2003年12月7日、早朝、コニーは8匹の子犬を産んだ。何匹かは他人に送られた。1匹は年金受給者、1匹はモスクワの6歳の女子に与えられ、もう1匹は救助犬になった。2匹の子犬は、オーストリアとロシアの友好の象徴として、オーストリア連邦大統領、トーマス・クレスティルに送られた。クレスティルの死後は、彼の妻マーゴットが、 犬の面倒を見ている、プーチン首相とドイツメルケル首相との会談に同席するコニー。ありがとうございます。